構いるんですね。結構いますね。うん、いるね。よし、じゃあまとめて。うんと、よし、木村体力あるな。まあ一番の。あ、強い。トリミラー角ね。そうですね。うん。リュウさんスタイルで。そう。うわー、痛い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 。のしのしのし。もうダッシュ派のターン君からしたらもうスウェイしたいでしょ、すごく。ああ、でもこういう時は逆に、うん、フォアシアスタイルとかしますね。ああ、いっぱいいる時はね。はい、あとチンピラスタイルも合いそう。そうですね、まあ用途に合わせて、うん、僕は使い分けるって感じです。うんうんうん。ただ僕はチンピラスタイルで逆にスウェイして、相手の時に武器使ってる感じですね。あ、相手の攻撃を避けつつ。なるほど、ちょっとアイテム使った方がいいな。うん、おー、マックスになりました。はい、あ、チンピラは戦いやすいかな。そうですね、バイクはちょっと壊しやすいじゃないと思ってないので。そうだね。抜けちゃうすか。本気ですからね、今の顔が。もうもうさ、とにかく減らさないとね、数を。そうですね、うん、それが一番です ね、 そうね、まあ、武器を多分取っても多分そのモーションで遅くなって、うん、敵がどんどん攻撃してしまうので、うん、どちらかといえば、うん、少ない、HP が少ないやつを、うん、どんどん攻撃した方が、うん、いいかもしれないですね。そう、一人差しになれるってこと。まんべんなくやるというよりは、一人一人攻撃した方が差しになれるってことね。はい、もうそう、あれガードできないの、なんでだ。たまにできない攻撃があるんですよ。あー、なるほど。くそ、やられた。はい、で、掴むのもできないやつもいるんで、まあ、それに応じてスタイルとかも変えたりした方がいいかもしれないね。掴むのちょっとこれではできないね。どうしようかな。僕だったらですけど、うん、相手がちょっとボクサータイプなので、ラッシュで素早い動きで倒してます。ラッシュで、ラッシュ得意だもんな、タンクは。逆に壊し屋スタイルとかは逆に僕苦手なんですよ。壊し屋は確かに重いよね、動きが。防御できないし。あ、今のですね、今のね、はい、今の、今ここで スタミナが溜まっていたらできたんだね。ヒートゲージですね。あ、ヒートゲージが溜まっていたら、まあ強力なやつができたんだね。強いな。強いですか。ま、でもいけるでしょう。まあ、言っていただかないとって感じですね。全然スウェイトが使えるじゃないですか。うん、あ、そうだ、掴めないのか。ただ相手が素早い、敵なんで、ちょっとそれに合わせて攻撃しないとですね。うん、だからこういう時は蹴る、蹴る。くそ。結構今のドロップキックもちょっとモーションが大きくなってしまうので、そこに多分隙ができるんだね。はい、やれる可能性がありますね。どうしようかな。変えるか。こんなところでやっぱりその能力強化もまだ全然足りない気がするんだよな。いや。
体力とかさ、全然まだ一周はしてないもんね。一周っていうか、輪っかの、はい、ちなみに僕はあのそのサユリンさんと同じぐらいで倒せます。まだこの状態で、はい、この状態で全然倒せます。この、私はね、この今の状態で結構開けてるはずなんだよね、いつも。あとはサユリンさん、装備のところちょっとスタートボタン、はい、金属バットね、はい、これね、あとで取っておきたかったんだよな。では今使わない方にしますか。そうする。あーでもどうしよう、使おうか。ただ今攻撃が多分、まあ、あ、おお。ね、スタミナじゃない、ヒートゲージが溜まってないと結局使えないもんね、極みが。なんなんだよ、あのさん。キリュウさん、私のキリュウさん、まだ弱い。強くしてあげたい。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろう。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえお願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。はい、犬、どうしよう。犬助けるよ。助けてください。まず話をしよう。うん、おじさん、食べ物ね。何か持ってない、持ってない。犬が食べるものといえばサユリンさんなんですか。ドッグフードだよ。はい、じゃあドッグフード買いに行きましょう。オッケー、よし。いらっしゃいませ。ドッグフードください。ドッグフードありましたよ。ん、あった上ですね。あった。はい、まあ1個で大丈夫ですね。で、正直結構たまったね。たまりましたね。あら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 、ドッグフード750円。はい、ありがとうございました。で、お皿買って、ドッグフード見てたらお腹空いてきちゃった。どういうことですか。そうだな。で、またあのお皿欲しいって言ってました。うんうん、あのね、ドッグフードを受けるお皿がね必要だと思う。なるほど。ですね、ではですね、でかい大手コンビニに行きましょう。ね、巨大なね、巨大な大手の、そっちではないですね、反対側です。反対、はい。はい、はい、よし。あとドッグフード食べるのにはあとなんかサラサラ飲み物とかあった方がいいんじゃないですか。ああ、水、はい、犬ですからね。うんうん、ミルクがいいかな。いや、水の方がいいと思いますね。水がいいかな。スタミナライトでスタミナあげるとか。犬飲めないもんね。飲めないですね。うん、きっとダメだろう。多分人間にしか多分できないと思いますね。じゃあ水だね、水。はい、あ、ありましたよ、もう上に水が。入れた。あ、入れました。うん、はい、もうあと自分に欲しいものないか、いっか。はい、あれ、こんな安いの。紙皿が多分相当安い。安いね、安っ、まあ、大手
ですからね。そうだね、流通がすごいからね。そうなんですよね。安く仕入れてね、安く売るんだ。さあこれもね、紙のお皿も買って、ドッグフードも買って、うん、全部揃ったよ。それで、はい、なんで、でも戻って、うわー、世界行きたい。世界行きたい。あとで、あとでね。はい、場所はそっちじゃないですね。右も行ってもらっていいですか。ゆっくり右で、はい、はい、あ、ちょっと左戻って、ちょっとだけ左でゆっくり下に行ってください。ゆっくり下、はい、ところ右、ちょっと右です、ちょっと右です。で、その上行ってもらって、ちょっと上です、そこです。ここ、いや、違います。ちょっと下行ってもらっていいですか。ちょっと上です、ちょっと、はい、そこに行ってください。あー、これか、ミレニアムタワー東通り、ごめんなさいね、ありがとう。いいですよ、はい、はい、じゃあ、行きますよ、はい、ミレニアムタワー東通りね。僕、分かってるんで大丈夫ですよ。うん、これダメですね。え、あの女の子迷子なのかなって言ってるよ。こんなところからはるかちゃん見えるのかな。はい、それを右です。うん、はい、それをもう道なりに行ってもらって、うん、で、それを右に行きましょう。あ、いたいたいた。やっぱここ出るときにどこにいるか覚えとかなきゃね。大丈夫ですよ、僕覚えてるんで、テレビさん大丈夫です。あー、うん、そうだね、ありがとう。いいですよ。おじさん、はるかちゃんおじさんって言われるたび傷つくんだよな。何ですか。なんだろう、だってさ、まだあれだよ、キリさん、10年ぐらい前は少年なわけだよ。あるって、ある意味まだ子供、20歳ぐらいの。いや、違う、もうちょっと経ってた。もう30代ですよ。あ、もう30代か。はい、全然いいと思いますけど。そっか、おじさんか。はるかって言って桐生だけ名乗ったのにおじさんって言われるっていう、僕はそっちの方が。そっか、はい、なんかね、かわいそうな気がするんだね。世の中に10年いなかったわけだから。そうですね、うん、ああ、外の世界を知らないからってことです。そう、その間にいつの間にか桐さん年取っちゃって、出てきたらおじさんって言われるようになってたっていう、うん、それがね、ちょっと胸が苦しくなるんですよ。もしかしたら、どうしよう。喉が渇いてるのかもしれないって言ってますね。あるぞ、水を渡した。買っといてよかったですね。よかった。でも、このままじゃ飲めないか。おー、さゆりさんが言ってた。お皿もね。うわー、さゆりさん気が利くな。いや、もうね、もう全部もう雑誌に書いてあったから。雑誌に書いてあったんでね、覚えた。飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。うん、はるかちっちゃいな。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん、本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。うん、でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだ、これから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美。うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。あら、栄養失調かな。疲れた。ああ、まあ一日中歩き回ってたですからね。うん、ね、そこはいけないですね。くそー、残念です。